よかったね。邪魔をするなよ。よし、行くぞ。おそらく秦軍の例外たちはすでに旋回門を切る。あとはイチゴたちを信じろ。うん。ゾイモス。さすがに時間が経ちすぎている。行っておいでなさい。雷空。まさか九条。のぞみちゃん、一体何をしに来たのだ。他人の犠牲になること。アバライク。日の上、イチゴを連れてこの場から離れろ。いや、離れるわけにはいかねえ。命を捨てる価値なき行為が仲間か。仲間の力を侮っている君に勝ち目があるとは思えないな。さあな、試してみるか。黒崎。ユナもいつまで休んでんだ。もう十分だろうが。いちいち一言多いやつだな。全勝。惨劇だな。来い、ポンちゃん。全勝。やったのか。なんだこの冷圧は。みんな大丈夫？あ、なんとかな。みんながイチゴが、そしてコンがいるから。来た来た。遅いよ、クツキさん。の早く早く。よし、負けないよ。あつきちゃん、じゃあね、バイバイ。ああ、またな。黒崎くん。そろそろかなって思ってたとこだ。みんなによろしく伝えといてくれ。井上先輩だ。ん？やや、黒崎くん、タツキちゃん。アイムス見えるよ。頭割れちゃう。井上がかわいそうだって言ってんだよ。それがガタガタだって言ってんの。実は最近ハミングでしか歌ってないの。成長したんでしょ。こんなことやってる場合じゃなかった。どうしたの、タツキちゃん。バイト。黒崎くんがさらわれたって本当？あ、でも、あ、ちょ、井上さん。黒崎をさらったのはバイト先の店長さんだ。店長さん。そっか、私や石田くんもそうだもんね。黒崎くんの周りに変な雰囲気感じるんだよね。私こそ店長さんに怒られちゃう。じゃ、また明日ね。まあ、黒崎さん、いらんかね。お安くしとくよ。部屋にあげてもらえると思ってなかったもんね。ほら、このパンこんなに食えねえよ。そうっすかね、気分が違うもん。あのさ、最近なんかあった？別に。勘かな。なんだろう、例えばほら、なんかそういう困ったことないかなって。私はないよ。勝手に勘違いして心配しちゃって。こないだ借りた漫画返しとくわ。あ、いいよ、急がなくて。まだ顔赤い。本当は玄関でパンダ。上がってけよ。なんて言われたら断れませんよ。優しい優しい。わいですです。ごめんね、お兄ちゃん。やっぱり何か隠してるよね。もしもし、どうしたの、石田くん。え？石田！黒崎くん。シャドウ、
電話に出なかったって。黒崎くん送ってくぜ。本当に？また明日学校でね。こら、院内で大声を出すんじゃない。あ、どうした急に。黒崎が僕を切ったやつと接触した。黒崎くんがまだ何も話してくれないから、そこには行かないようにしてた。その人は私を切った人と同じだと思う。おかしいな。甘い匂いしなかった？甘い匂い。その人の残白刀みたいな能力、フルブリンガって言ってた。僕はその刀を残白刀の一種だと思ってたくらいだから。ん？どうだった？一応傷は治ったけど、もう少し寝てた方がいいと。歩きながら聞かせてくれ。え、どこ行くの？イチゴのところだ。ちょっと、イチゴの修行でも手伝いに来た？あなたも黒崎くんのこと心配してくれてるんだね。そういう悩みはとっくの昔に通り過ぎたの。取り返しのつかない大怪我なんてもうさせない。全部私が治すんだから。黒崎くん！黒崎くん、まだ治んねえのか？もうちょっと待ってください。待って黒崎くん。なんだよ！攻撃を受けた瞬間に爆発して衝撃を拡散し、力をなくしてから17ヶ月、私や佐渡くんが何もしてこなかったわけじゃないよ。私たちのことは心配しないで。ありがとう、リノ。あいつをここに連れてきたのは正解だったってことか。あんたなんでそんなとこにしゃがんでんの？柱も壁も腰掛けるとこもないから。ユキオ、テーブルと椅子出して。あの、私もお願いします。出してほしいです。いいよ。見たいってこういう時に言うのね。そうだね、私も見てみたい。今は遠い親戚のおばさんが生活費出してくれてるの。帰る。だって私はもう助けてもらったもん。じゃあね。あ、本当に行っちゃうの？食べたきゃあんた勝手に食べれば。リルカちゃん、やっぱり優しいね。イチゴを強くしてんだろ。下だよ。檻の右下を見てごらん。その檻は壊すことも通り抜けることも。黒崎くん！お前のそのストーカーみたいな情報もキモいんだよ。黒崎くん頑張ってるな。朝ごはんここに置いとくわよ。ドーナツばっかり食べてるな。イチゴ。うん、休むって。佐渡くん、急に学校行こうなんて。月島の狙いがイチゴの覚醒を阻止することなら。何のために？わからないが、昔の記憶をたどったら月島さんのことを思い出した気がするって。整理した方がいいはずだ。織姫、おはよう、たつきちゃん。え、なぜに井上さんがイチゴのことを。ほら、授業遅れるよ。井上。確証はないが、やはり月島が。まさか。奴が常にイチゴの周りを見張っているのは確かだ。月島さんが。どうした？大丈夫、行こう。どうして？分かったか。石田くん、まだ退院しちゃいけないって言われてたらしいけど。どうしたんだ、こんなところで。私はドーナツを買いに偶然。
病院に？友達に会いに来たんだけど、ごまかすつもりなんてないよ。身の程知らずもいいとこよ。そうだね。私大して強くないし、こんなことしても役に立つかはわからない。少しでも力になれ。それだけよ。リルカちゃん、ありがとう。